おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日も普通な僕と普通じゃない僕の友達実況プレイ始めていきたいと思います。前回はね、ちょっと新庄ちゃんとはじめくんが喧嘩をしてしまって、まあ、喧嘩っていうかちょっと新庄ちゃんに対してね、こう深入りしてしまったのかな。ちょっと触れてはいけないところに触れてしまったようで、ちょっと今険悪なムードって感じなんですけど、今回は仲直りできるかなって感じですね。では早速やっていきましょう。お昼はなんとなく来る勇気がなかった。でも放課後ならお昼の時間ちゃんと謝るシミュレーション何回もしたし大丈夫。できないことは多いけど、謝ることに関してはちょっとだけ自信がある。よし。新庄先輩。おっさい。ごめんなさい。なんでお昼来なかったの？ものすごくそわそ、待ったじゃない。ごめんなさい。お昼にはまだ勇気がなかったので、新庄先輩に謝るシミュレーションを屋上でしていました。え？そうなの。屋上で。まあ今日ちゃんと部室に来たことは褒めてあげるわ。ありがとうございます。私、三橋くんに手伝ってほしいことがあるの。それを手伝ってくれたら昨日のこと許してあげる。え？大丈夫。危なくないし痛くないから。そういうことを開口一番に言うのが逆に不安だ。どうしよう。新庄先輩、手伝う？いや、これは手伝わないほかないでしょうよ。だって手伝わないと許してもらえないんだよ。手伝おう。よし、わかりました。お手伝いさせていただきます。よかっ、そう、ありがとう。助かるわ。どんなことを手伝えばいいんでしょうか？簡単なことよ。足が速くなる薬を作るわ。何？作れるんですか？そんなすごい薬。え？すごいです。そんな漫画やアニメの中みたいなすごい薬が作れるんですか？ええ。私は魔女だもの。その程度の薬なら簡単に作ることができるわ。そういう知恵を持って人間にはできないことができる種族が私たち魔女なの。だから、だから、って、なんで鬼塚もいるのよ！いや、部活に来たんじゃが。でも、今日は俺は部活をサボる。え？え？何かは知らんが、頑張れ。明日はみんなで腹綿抜かれた太陽食べに行くぞ。鬼塚。言っちゃいましたね。もう、自分勝手なんだから。新庄先輩が薬を作るの、お手伝いしますね。いいの？はい。そうしたらきっと、新庄先輩のことを、もっと理解できるかもしれません。そう。じゃあ、よろしくね。はい、頑張ります。ほう。あ、インチキだとか言わないんだね。よし。じゃあ始めるわよ。これあれかな、視聴覚室とか、あれ違うな、理科室かな。理科室っぽいね。本格的ですね。本気だもの。理科室でやるとは思わなかったけど。
ちゃんと許可って取ってたんですよね。ええ。科学の実験レポートのためって許可取っといたわ。大丈夫ですか？もし誰か入ってきたらバレませんか？一応理科室に鍵はかけてあるけど、三橋くんは予備知識なしで入ってきた時、これが魔女の儀式に見える？オカルト研究部かな。よし、問題ないわね。じゃあまず材料を集めるわ。何が必要なんですか？私が持っている乾燥と漬けにしたサバと、よく洗ったね、なんだ？あとはオレンジ色の液体があれば完成。ごめんなさい、前3つの詳細が聞き取れなかったんで、もう一回言ってもらっていいですか？あ、男ならそんな細かいこと気にしちゃ。男じゃなくても気になります。とにかく三橋くんはオレンジ色の液体を持ってきて、あとはそれで完成だから。え、もう完成なんですか？混ぜる作業が難しいのよ。素人の三橋くんは材料調達に専念して。はい。オレンジ色なら何でもいいんですか？ええ、何でもいいわ。何でもいいんだ。よし、じゃあ探してきます。パッと思い浮かぶのはオレンジジュースくらいしかないけど、あるかね？さて、オレンジ色の液体か。足が速くなりそうなオレンジの液体って言えば。足が速くなりそうなオレンジの液体？あー、人参ジュースかな。なんか馬とかがこうね、前にぶら下げてめっちゃ速く走ってるっていうイメージあるし、人参ジュースでいくか。足が速いっていうと、チーターとかダチョウとか馬、そうだ、人参ジュースにしよう。うん。お待たせしました。人参ジュースを持ってきました。人参。え、ダメでしたか？別に。何も人参じゃなくても。まあいいわ。はい、このお鍋の中に入れちゃって。はい。うわあ、結構グロい。よし、こっからが大事なの。私材料を入れていくから、三橋くんは私に代わってちゃんと丁寧にかき混ぜてね。さっき混ぜるのは難しいって。今は具合を見計らって入れる方が難しいの。わかりました、頑張ります。もっとゆっくり。新庄先輩が混ぜてもらえると嬉しいんですが。私はこの漬けにしたサバをぴったりのタイミングで入れなきゃいけないの。そんなにタイミング重要なんですか？サバですよね。漬けにしたサバよ。どういうこと？何漬けにしてんだろうこれ。ホルマリン漬け。いや違うか。なんで最初だけいつも声が小さいんですか？光ってません？光るわよ、魔女の薬だもの。匂いが、この匂いやば。窓開けて。染みます。すごい音する、キーンってする。目に染みます。耳にも染みます。染みはしないけど。あ、よかった。まあ、いろいろあったけど。その色になるの？できたわね。上出来。よかった。
すごい匂いが充満して死ぬかと思いました。どうだった？どうって？あ、すっごく楽しかったです。理科の実験のすごいバージョンで、魔法っていうよりは、科学って言ったらいいんでしょうか。とってもワクワクしてびっくりしたけど、楽しかったです。そう。じゃあ約束通り、昨日のことは許してあげる。え？ありがとうございます。昨日は、何にも知らないくせにって三橋くんに怒ったけど、別に私たち魔女がどんな風にひどいことをされてきたの、三橋くんに知ってほしかったわけじゃない。やっぱり、魔女と人間は違う。雨を降らせたり、人間が作れない薬を作れたり。でも、魔女は、そんなに人間とは違わない。力持ちでもないし、死なないわけじゃない。いきなり火や氷を出したりできないし、できないこともたくさんある種族なんだって、三橋くんには知ってほしかった。魔女と人間は、本当は全然違うのに、ね。新庄先輩。新庄先輩も僕に違うって言っているけど、歩み寄ってくれている。僕は何にもできない。普通の人間だ。でも、僕は昨日先輩が言っていたように、人間だからこそ過去に人間がどんなことをしたのか知っておくべきだと思います。いいえ。たとえ人間でも、あなた自身が私に、魔女に危害を加えたわけじゃない。昨日三橋くんも言ってたじゃない。たとえ種族自体に悪いイメージがついているとしても、その人自体が悪いわけじゃありません。私は人間が嫌い。私たち魔女を迫害して森に追いやった事実は絶対に消えないし、忘れてなんかやらない。でも、三橋くんは違う。三橋くんは人間だけど、あなた自身がそんなことをしたわけじゃない。そもそも私の嫌いな人間と三橋くんは全然違う。だから、一度ちゃんと、三橋くんを理解しようって思うの。あなたはどうしようもなくお人よしだけど、言うときは言うし、だからって理不尽を押し付けたりはしない。ありがとうございます。他人をちゃんと理解しようって思う気持ちって、人間も魔女も関係ないでしょ？私は魔女だけど、人間と同じように生きて、何かを感じて、何かを思う心だってあるの。さて、薬が無事できたわけだけど。うん。その薬、もしかして、今度のスポーツ祭のリレーで使おうとしていますか？ええ、そのつもり。ずるいでしょ？軽蔑する？だって私、魔女だもの。いいえ、軽蔑はしません。でも、止めます。鬼塚先輩が言っていました。楽をして得たものは、いつか自分に、報いとして帰ってくるって。だから、その薬を使って新庄先輩がいい成績を出したとしても、ズルをして得られた結果は、いつか新庄先輩を苦しめる気がします。だから僕は、止めます。友達っ
っていうのは厚かましいですけど、後輩として。僕も走るの苦手ですけど、ちょっとでも早く走れるように一緒に練習しましょう。そういうのなら大歓迎です。軽蔑しないけど止めるか。うん、ありがとう、三橋くん。あ、ブニャー。ほーら、味噌田楽、おいしい飲み物よ。ブニャー。味噌田楽っていうのか。あ、猫ちゃんにそんな発酵塗料みたいなジュースを。おにゃー。めっちゃ今足早く動いてたわな。ああ、めっちゃ足早い。うん、やっぱりちゃんと作れてた。じゃあ三橋くん。はい。薬もなくなっちゃったし、練習付き合ってくれるんでしょ。リレーで一番取れるように付き合ってよね。はい、もちろんです。いい返事、いい笑顔。うん、あわー。味噌田楽かわいい。あら、新キャラだ。どうしようかな。あらあら、猫ちゃん、とっても足が速いのね。それに、素敵な飲み物をもらったのかな。そうね、そろそろかしら。誰誰やねん。でも目赤かったね。ちょっとそういう感じの種族っぽいね。第三章、巻、普通じゃない魔法授業。はい、ご視聴ありがとうございました。これは新年一発目の投稿になっているはずです、はずです。まあとりあえず言っときますね。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。本当はね、挨拶の時に言うべきなんだけど、すっかり忘れてました。ということで、まあ今回はこのね、新庄ちゃんとちょっと距離が縮まったっていうところで終わったんですけど、なんか最後の方、全然知らないお姉様キャラみたいな方が出てきたんで、どういう立ち位置になってくるのか楽しみです。というわけで次回に続きます。おつぴよでーす。